バーンポーン駅は、太陽国中部ラーチャブリー県バーンポーン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。バーンポーン駅は、太陽国南部、ラーチャブリー県の人口17万人が暮らす、バーンポーン郡にある。駅の正面側が、市街地であり、町の中心部よりやや南側に位置する。一等駅であるが、全列車が停車するわけではなく、1日に22本の、 列車が発着しその内訳は、特急3往復、快速4往復、普通4往復である。当駅に発着する万国発着の列車は、トンブリー駅とクルンテープ駅の2カ所からの発着である、ため注意が必要である。優等列車はすべてクルンテープ駅発着であり、クルンテープ駅から、普通列車利用で2時間程度である。大国有鉄道南本線は、東北本線。 北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。1903年6月19日に、キュートンブリー駅ペッチャブリー駅間が開業し、当駅もそれに伴い開業。バーンポーン駅構内端式及び、島式1面の複合型ホーム2面2線を持つ。 地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。